2020年6月4日です。今もね、夜、そうですね、8時ぐらいになりますでしょうかね。こちらのですね、石橋はですね、ライティングされてますね。で、今ですね、メインのですね、あの道からですね、あの石橋をですね、撮ってるんですけれども、あの石橋もですね、普通にね、あの車が通れるようなですね、道路になってますね。あの石橋はですね、あの展望台がですね、あります。あのライティングしてるだけありますね。でね、その展望台までね、ちょっとね、歩いていきたいと思うんですけれども、こちらから行けるんでしょうか。ちょっとね、暗くてわからないんですね。あ、行けないですね。もう崖です、崖。やばやばやばい、崖だしね。あの駐車場、屋根がある駐車場はここ、まあ、個人の家の土地ですね。畑でですね、これ夜だからやばいな。あの変なところ入るとね、ちょっと崖になっててね、落ちちゃいますよ。危ない。やっぱあのね、決まったルートからね、行かないといけないんですね。でもちょっとね、だいぶ遠回りです。ここはちょっと道みたいになってるんですよ。ここから行けるんでしょうかね。ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうかって言ってもね、あのもう真っ暗でね、何も映ってない。真っ暗で何も映ってないですよね。ただあの写真だけだとね、なんかその橋、ね、あのサバの音がね、あの写真だとあの、ね、わかりませんから。なのでね、ちょっと動画を撮ってね、橋プラスそのサバのね、音をね、せせらぎをね、ちょっとね、録音したいなとね、思いまして。で、ちょっと来ましたら、ここ、あれ、人の家もしかして、来ちゃうような、あ、そうです、そうです。あ、ここね、あの日中来たんですよ。あ、ライトが、ライトつきました。あのね、人ん家、もうね、人ん家のね、もう庭先の前を通ってね、あのここ展望台 になってるんですよね。でね、日中もちょっと来たんでね、まあ夜でもね、来やすいんですけどね。で、こちらが今ね、あの日常的に使われてるね、メインのね、あの道なんですけども、ね、ちょっとね、映ってないですね、暗くてね。で、こちらですね、ライティングされてるね、こちらもね、日常ね、あの車上ね、あの通れる、もう住民の方が利用されてる、橋ですね、日常的にね。うん、まあね、ライティングするっていうことは、やっぱりね、あの、石橋の中でも、あの、このね、街の人がね、これ、一押しなんですよ、この、石橋は、みたいな感じなんでしょうね。展望台作って、ライティングまでしてますからね。で、しばらくね、あの、喋るのやめましょうかね。うん、このね、あの石橋とこのね、沢のね、この音がね、なんとも言えないですか。
ライティングされてるね、石橋ですね。なんていう石橋かというとですね、ちょっとね、看板がね、ちゃんと説明書きが出てるんですけれども、ちょっと映らないですね。ですね、荒瀬橋という橋ですね、ここは。荒瀬橋という石橋ですね。明治初期に、作られた橋ということです。それではですね、ライティングされてるですね、明治初期に作られた荒瀬橋でした。